ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんにちはでございます。ミネオです。はい、今日はドラクエタクト、お金に関する話を少ししていきたいと思います。みんなお金困ってないか。なかなかクエストしてもまあたまらなかったりするよね。で、一応ですね、この冒険のところの、このデイリーですね。デイリーのところのこのゴールドクエスト。こちらをすれば、お金が手に入るんですが、それでもね、これね、一日一回なんだよね。基本的には。そして、おそらくですが、この上級ゴールドクエスト、上級になりますと、一回 3000G。もらえるんじゃないかなと思うんですよね。それでも1ヶ月頑張ってもだいたい10万円ぐらいなっちゃう。そういう時にさすがスクエニさん、こういう時のためのね必殺技があります、ね、ここのね一番右上のところのプラスボタンをちょっとポチッと押してみよう。そうすると、こうジェムを買うとね、このジェム価格がどんどん出てくるんだけど、それの一番上、冒険手形を買う。ここの一番上にあるんですね、冒険手形を買う。冒険手形ってなんだよおっさんってこうなるんだけど、こう私ね1ヶ月ねこれ購入してますが、バトル中超早いが使用可能なるね、得点1で、得点に経験値クエスト&ゴールドクエストの挑戦回数を毎日プラス方法。これね、なんか見るとこのバトル中超早いに目が行きそうなんだが、実はこの冒険手形のポイントはこの第2番。挑戦回数を毎日プラス1できる。これがでかい。さっき言ったみたいに1日1回 3000G 余分に引けるっていうことになってくるよね。一番上の上級クエストになってくると、ということで1ヶ月あたり10万円近く差が、まあ厳密に言うと9万かな近く差ができてくる。そこはちょっと大きいんじゃないかっていうところ。ただこれね、1ヶ月480円月額サービスになってます。くれぐれもご利用は計画的にね。でもお金欲しいよね。一番稼ぎやすいの今のところ心だと思うんだ。だからまあちょっとね、一回飲みに行くのをやめて480円課金してもいいんじゃないか。以上です。またよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼します。いつも皆様動画ご覧いただきありがとうございます。これからも頑張ります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。